こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日は桂の滝、こちらを紹介したいと思います。採水地が広島県呉市鎌ヶ里町ですかね。で、成分が全然書かれてないんで硬度等が全然わからないんですけども、自分で飲んだ感じ、とても口当たりが軽くて、なんか後味もスッと引いてきますし、癖もなくて飲みやすかったので軟水じゃないかなとは予想しています。一般的な日本人が好む味といいますか、嫌わない味といいますか、誰が飲んでもこれをまずいっていう人はおそらくいないと思います。で、この製品はですね、通販さえもしておらず、上鎌ヶ里島に行かないと買うことができないんですね。まあ、ですから当然私もここにあるってことはですね、別にお土産でもらったわけでもなく、実際自分でこの上鎌ヶ里島に渡って買ってきたんです。で、上鎌ヶ里島に渡るにはですね、まあ、呉からも結構の距離がありますし、まあ、広島市内から行けばもうさらに距離が長くなるわけですけども、まあ、その時間とかお金を使っていく価値がある島だと思っています。景色もいいですし、まあ、こうのんびりした雰囲気の中ですね、この桂の滝の原水を飲むことができる、そしてこの製品と原水を比べることができる、素晴らしいことだと思いますし、私も本当その瞬間ですね、大きな幸せを感じました。ですから、実際私この製品を買いに5回島を渡っています。東京からだとですね、合計6時間ぐらいかかるんですけども、その価値があると本当に思っています。本気で思っています。ですから、もし呉市、広島の方に行ってですね、まあ、まだ目的地がないっていう方はですね、一回この上鎌ヶ里島に渡って、この桂の滝という製品をですね、買ってみてもらえると私も嬉しいです。この製品は、この水はですね、とても美味しいし、こうやっぱりもっとメジャーになってもいいのかなと思うんですけども、工場見学をした時に聞いたらですね、やっぱもう生産力がないというか、まあ、地元のおじちゃんおばちゃんたちがこうボトリングしているので、大量生産ができないんですね。だからやっぱりもう大きく展開することができない、だからこれはもう知る人ぞ知ると製品になっているということですね。まあ、実際ネット上でも情報は少ないですし、これ通販で買えるわけでもないので、まあそれを取り上げているブログとか、ホームページっていうのもとても少ないので、この動画っていうのは意外と貴重なものなんじゃないかなと思っています。特に地元の方じゃない人っていうのは、まあ手に入れる機会はないと思うので、このように動画で楽しんでいただけたらなと思っています。じゃあちょっとラベルを一周してみましょうか。こんな感じですね。実際この景色のところにもこういうふうな景色、ここから原水の滝に登っていくんですけども、意外とこう岩場みたいな感じで、きついんですよね。油断してると意外ときつかったりするんで、まあもし行く方がいたら、ちゃんとした運動靴のようなスニーカーのようなもので行った方がいいかなと。私は革靴で行ってちょっと後悔しました。で、こんな感じですね。一周します。書いてありますね、製造者が桂の滝製製所、代表者が原田福蔵さんですかね。製造所が広島県呉市鎌ヶ里町宮森あざ前田1134。これもう山の中ですね。どんどん細い道を登っていかなきゃいけない、そういうところに工場はあります。こんな感じです。平成の名水百選ということでですね、町をこう車で走ってたりすると、道にまだこの名水百選に選ばれましたみたいな上りみたいのがあったりして、ああ町では意外と大きなことだったのかななんていうふうに私は考えました。この製品ですね、手に入れる機会がある人っていうのはかなり限られてると思うんですけども、もし手に入れたらぜひブログやツイッターで書いてあげてもらいたい。もうちょっとこう世に広めてあげたいっていう気持ちが私には強くあるんで、ぜひよろしくお願いします。私もまた必ずこの上鎌ヶ里島に渡ってですね、次は動画で紹介したいななんて考えています。どうぞよろしくお願いします。まあ、ちなみに私上鎌ヶ里島とは何の関係もないんですけども、
なぜかもう非常にこう強く思い入れがあってですね、今後もプッシュしていきたいなと思っています。よろしくお願いします。